森山博之は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、同大阪府連合幹事長、堺市議会議員、大阪府議会議員などを歴任した、大阪府堺市のサラリーマン家庭に生まれた。幼少期は、父親の転勤に伴い、高松市、広島市に居住、大阪府立三国岡高等学校、明治大学法学部卒業。 在学中は、明大郵便部に所属し、全関東学生郵便連盟第47代委員長、全日本学生弁論交流会初代会長、国際経済法、間宮勇ミ初代税務長を務めた。1995年、関西テレビ放送に入社し、放送記者として、O157 事件や坂木原事件、和歌山毒物カレー事件を取材した。 1998年10月、同社退職。1999年、堺市議会議員選挙に無所属で出馬して、初当選し、一期務めた。2003年の統一地方選挙では、大阪府議会議員選挙に倶楽し、当選。当選同期に、松井一郎、井上哲也、今井豊、東ず浦野康人、尾辻かな子などがいる。同年11月、 全国青年都道府県議会議員の会の設立を主導し、初代全国代表世話人に就任した。2005年、堺市長選挙に出馬するため、任期途中で大阪府議を辞職したが、現職の木原啓介に敗れ落選した。2009年、民主党公認で第45回衆議院議員総選挙に、大阪16区から出馬し、公明党幹事長の北川。 数を破り初当選した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では大阪16区から立候補するも前回から得票数を6割減らし得票率24.9%で前回下した北側に敗れ落選した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では大阪16区から出馬するも 再び落選。2015年4月12日、妻の桃江を大阪府議会議員選挙に出馬させるも、こちらも落選した。2012年12月の落選から4年10ヶ月の間、本人曰く、老人の生活を送った。その間は、所属する民主党、それに続く民進党から活動費を受けて、同党の衆議院大阪第16区の総支部長として、 活動を行っていた。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙は北川、森山、次世代の党の西村慎吾、共産党公認の新人ら4名による争いとなったが、得票率24.83%で落選。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、立憲民主党公認で大阪16区に出馬。 立憲民主党からの公認の取得に際して森山は堺市内で記者会見し無所属で出ざるを得ないと思っていたが国会議員は政党に入って戦うべきだ民進党の政策を引き継ぐという形なので問題ないと述べた党開票の結果比例復活で国政復帰した11月30日付で設立された同党の大阪府連代表に就任した 2018年、立憲民主党政治改革 PT 座長に就任。11月、フレン代表を退任。ありがとうございます。